はい、皆さんこんにちは、ワンダリングリビーシです。では今回はハーツオブアイアンの現代モッド日本プレートの続きをやっていきたいと思います。ここまで海軍系統主義というような感じでね、海軍の戦力増強にせこせこと勤しんできたわけなんですが、当然作っているものもですね、海軍の駆逐艦、潜水艦に続いてミサイル巡洋艦、さらにはコルベットで、ついに空母も建造を始めたというところで、だいぶね、戦力増強のターゲットも海軍の艦艇に振り向けてきたというところなんですが、どうもですね、ツイッターだったり動画のコメント欄等々で皆さんからアドバイスをいただいているものを拝見する限り、空軍戦闘機あたりをね、もうちょっと増強した方がいいんじゃないのかというような趣旨のアドバイスをいただくことが少し多くなってきているので、製造するラインですね、これもちょっと考えていく必要があるのかなというふうに思いを、巡らせているという状態です。では早速続きをプレイしていきましょう。まずはそうは言ってもですね、もう作りかけの海軍の造船所、これはですね、完全に空軍の飛行機を作る工場とは全く別のものになっているので、まあ、造船所と軍需工場とというところになるんで、もし戦闘機、飛行機周りをね、空軍を強化するっていうことであれば、まずは軍需工場をいっぱい建てていくっていうのが最初のタスクになるのかなと思ってるので、まずは軍需工場をね、増強しておきたいなと思います。こんな感じですね。でさらにとはいえ造船所もやっぱり欲しいので、造船所も建てましょうと。まずはこんなところですかね。で軍需工場が建ったら、そこのラインに飛行機を投入していくっていうのをね、やっていきたいと思います。じゃあまず政治力使ってやれることをやっておきましょう。研究と生産、あとは参謀かな。参謀でいうとどうだろうね、海軍系海軍系という名残でいくのであれば、ちょっと見ていきますか。陸海共同作戦、これちょっと気になるな。上陸作戦の速度が 5% アップ。この後本土に攻撃をかける、あの中国本土っていう意味ですね、中国大陸の方に上陸をかけていく、あるいは東南アジアマレー半島に上陸をかける、フィリピンに強襲上陸をかけるっていう時には、この上陸作戦の速度プラス 5% ってかなり効いてきそうですよね。続いて艦隊の兵団、これはというと制海権による影響がプラス 5%。 これもね、今海軍増強してるんで欲しい内容にはなるよね。でさらに空母か、主力艦、そしたらここはまずは艦隊の兵団を入れておこう。でさらにこの後、今見た空母だったり、追加の陸海共同作戦を入れたりっていうのをね、検討していきたいなと思います。じゃあ続いて2020年までになっちゃうのか、352日のペナルティを受けるんだな。九州上陸の効率アップの内容なんですけど、これはこれ以上進めるのはちょっとリスキーだよね。であれば一旦これはやめてしまって、今の研究内容をもう一度確認しておく。まずは海軍のドクトリンを入れていて、母艦の2を研究中で、改良型の野戦砲が入って、空中爆発武器、これはあの支援火器ですね。で三菱の A10J、 これが艦載機になりますね、戦闘機の。となるともうこの三菱の A10J の後は艦載機はなくなっちゃうんですよね。となると、
とはいえ、この第 5.5 世代のマルチロール機入れるのもちょっと危険だしね。あまりにももう、持ってかれちゃいますもんね。戦略爆撃機で言うと、次どこに進めるっていう話なんだよな。無人戦闘機を入れるっていうのはどうなんだろう。今の戦略の中では考えていない内容なんで、これもちょっと必要ないかな。となると海軍のドクトリンをやめて陸軍のドクトリンを研究しますか。まあ、218日もかかるじゃんというのはありますけどね。ではまた時間を進めていきます。まあ今ね、日本近海から沖縄、台湾、フィリピン周辺の制海権は日本海軍が握っているので、まあ、これをうまく利用しながらっていうところにはなると思うんですけどね。あとは強襲上陸をかける部隊がどれくらい必要かっていうところなんですが、フィリピンにはそこまでの戦力は多分ないんじゃないかなと思うんですよね。まあ、潜水艦隊がいて、ここには第4艦隊と潜水艦隊が入ってますね。まあ、この第4艦隊に関して言うと、とはいえフリゲート艦にウォルベット2隻からなる小艦隊なんで、まあ、どうなのかなっていうのはありますけどね。じゃあまた研究枠使っていきましょう。一つはそれこそ、じゃあ飛行機使っていきますか。この艦載機、攻撃機ですね、いわゆるは三菱 A の後はもうないので、とはいえ第5世代のマルチロール機の後の第5世代改良型マルチロール機 F35、 これはもう研究済みで、2020年の第 5.5 世代に行くのは少し難しいので、ここは哨戒機にするか爆撃機にするかっていうところだな。ちょっと悩ましいですね。戦略爆撃機よりかは哨戒機を作っておいて、いや爆撃機だな。新たにラインを増やすのは無理なんで爆撃機にしましょう。で、野戦砲の次ですね。これは単純なアップグレードをしていきましょう。で、旧式装備というところで言うと、艦載機これですね、これを新しいものに変えていきましょう。そうだな、あとはちょっとその師団数がどうしても少ないのをどう変えていくかですね。今生産のラインで見ておくと、歩兵の装備はもう補充十分できているなというところで、戦車だね。戦車がちょっと数的には足りてないのかな。そうすると、まずは、支援装備はもう十分に備蓄があるので、工場1個減らして、代わりに戦車の方に、さきましょう。おっと、研究完了したね。第2世代空母。問題はこの空母、新しいものに作り変えるかどうかだな。
もうあとちょっとでできるものをあえて189日分失われてまでやる必要がないので、一旦終えて空母が一隻ロールアウトしたら航空母艦の2を作り始めましょう。ここはちょっとタイムラグ的にもったいなかったな。まあしょうがないですね。一旦置いておいて生産のラインの方に戻ります。支援装備は良くて、対空砲も備蓄は十分にあるね。で、輸送機も備蓄は48。第3世代の戦略爆撃機71機か。もうちょっと数欲しいね。100機体制にまではしたいな。で、あとは、艦載機。先ほど新しく研究が終わった三菱の兵銃。これが備蓄が206ですね。まあ実際には1個前の艦載機になると思います。備蓄されているものは。となると、まあ、こんなもんかな。戦車がもうちょっとね、数が欲しいかなって感じはしますけどね。補充が4277でしょ。ちょっと数的に寂しいかなっていうのはあるんで、そしたらこっちの樹式の戦車の数工場から1個引っぺがして、こっちに加えましょうか。フィリピンの師団数12、3師団ってところですかね。一応母艦が建造一隻された時点でフィリピンには海戦を仕掛けていきたいなと思っているので、その時までには、政治力使ってさっき見た陸海共同作戦、これを参謀として迎え入れて、強襲上陸がしやすい状態っていうのを作り込んでいきたいですね。で、国家方針もね、前回だいぶじっくり見たんですが、もう一度確認だけしておくとですね、今この日本の未来を研究中です。日本の未来が終わった後は、防衛戦略に入っていくか、攻略戦略に入っていくかっていう二者択一になるんですが、ここは防衛戦略を選んで、有効を通じた防衛、これに入ります。で、さらに韓国との友好。この後は東アジア同盟に入っていくという流れです。で、最終的にはね、モンゴル、インドネシア、台湾、この辺りと共同戦線を張ると。で、アドバイスいただいた中には NATO に入った方がいいですよというのもいただいたんですが、もうここはあえて東アジア大同盟、これを結んで陣営にインドだったりその他諸々のアジア諸国を巻き込んで中国に対抗していきたいなというふうに思っています。あとはその司令長官だよな、第一軍のこの司令長官、誰か元帥に昇格させる、元帥に昇格させるだけの能力のある人間がいれば元帥に昇格させてもいいんだけど、いないんだよね。
小林茂さんあたりをじゃ昇進させて、茂さんを陸軍元帥として招聘しましょう。で、構成ドクトリンを入れておきます。特性で、小林茂元帥のもと頑張っていきましょう。日本の第一艦隊はね、これは前回もお話したと思うんですが、いわゆる ロールアウトしてきた艦艇がそのままこの日本第一艦隊に入っていくというだけの話なんで、まあ、これはこのままでいいかなと思うんですよね。で、第一艦隊がだいぶ大規模な艦隊になってるんですけど、これフリゲート艦と駆逐艦ばっかりなんだよな。というか、まあそもそもフリゲート艦とコルベットと駆逐艦しか持っていなかったところに、新しくミサイル巡洋艦を建造、で、さらに今空母を建造というところなんで、まあこれはこれで、まあしょうがないというかいいというか、まあそういうところなのかなと思うんですよね。で、主力の第1、第2、第3艦隊に、第4艦隊がちょっと増強しなきゃいけないかなっていうところなんで、第4艦隊ですよね、問題は。第4艦隊を少し、しっかり、やっていってあげる必要があるかなとは思います。で、ここに空母が入って、できた段階で艦隊の再編成を行って、いよいよ強襲上陸ということで、フィリピンに対して宣戦布告をしていきましょう。じゃあそのための残された期間を確認しておきましょう。空母がロールアウトしてくるまで10月3日に完成しますね。空母があと1ヶ月。1ヶ月後には、戦時体制に移行しなきゃいけないわけだな。じゃあタイミング的にはちょうどいいので、さっき見ていた陸海共同作戦を入れちゃいます。一応ね、全く違う話をすると、5月の末に、また、奥さんと香港の方に遊びに行く予定になっていて、飛行機はもう抑えていますと。で、今回はですね、いつもは ANA 使うことが多いんですけど、香港エクスプレスを使って、片道かなり格安で、航空券が取れましたと。で、往復買わなきゃもちろんいけないので、片道分だけ安くて、もう買った、まあ、帰ってくる分は、まあ通常料金っていうところなんですけど、それでもね、だいぶ安かったですね。やっぱり LCC 使うと航空代が、飛行機代がだいぶ安く済みますね。まあ当然そのアメリカとかね、行くとき、まあタイもそうなんですけど、LCC だとちょっと辛いかなって思うときもあると思うんですけど、まあ香港、上海、特に上海はね、2時間ぐらい、香港でも3時間半、4時間ぐらいなんで、全然我慢できますね。あと、マカオをしばらく行ってないんですけど、マカオもね、
もう最近だと直行便も出ていると思うんで、マカオなんかも久しぶりに行きたいなとは思ってるんですけど、あとミカメックスがね、彼女さんとお別れされたという話で、彼女がいるときはね、もうタイにもどこにも遊びに付き合ってくれなかったんですけど、また誘えば遊びに一緒についてきてくれるんじゃないかなというふうな期待感もあるので、ちょっとね、今度誘ってみたいと思います。ずっと最近ソロ旅が多かったんでね、久しぶりになんかつるんでワイガヤやるのもいいのかなと思ってるんで。じゃあ日本の未来が終わったので月に住みましょう。これですね、日本の未来。で、政治力プラス120もらってもう150超えたので、次の政治の使い道も考えていきましょうか。さて、そしたら続いては空軍の参謀を雇っていきますか。ここも前回見てはいるんですが、近接航空支援にするか全天候、あるいは空軍改革、空の安全、または夜間作戦に支給派というところなんですが、ここはもう近接航空支援にしときましょう、おとなしく。さて、そうするとだ、そろそろユニットの配備とかも始めておきましょう。まずは沖縄ですね。ここに空軍を集結させましょう。待って、攻撃機は空母に乗せてからの方がいいな。乗せてからにして第三世代のマルチロール機。さらに哨戒機も入れちゃおう。これでフィリピン近海はだいぶ日本軍の空軍が空を飛び交うような状態に、ね、なってきたんじゃないかなと思います。さあ、待望の空母完成まで、完成まで、あと3日というところまで来ましたね。
さあ、では一旦時間を止めて空母を確認しておきましょう。さあ、空母が新しくできているので忘れないうちにね、第二世代の空母にまずは変えておきます。で、海軍の状況を見ると第一艦隊に蒼龍が入りましたね。蒼龍がこれで、じゃあいよいよフィリピンに対して戦線をじゃあ布告していきたいと思います。というところなんですが、じゃあその海軍の再編、艦隊の再編とフィリピンへの戦線を布告は次回に持ち越しをさせていただいて、次回ですね、いよいよフィリピン戦開戦をしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。